本当にね今ね、はい、この日本人と呼ばれている私たちが、うんうん、いよいよ、まあ、そういう意味では目覚めていく、はあ、この自分自身に対する誇りとか自覚をこう高めていって、うん、そして、この受動的な立場っていうよりは、はい、もう少しちょっと能動的にこうやっていく、そんなシフトチェンジの時期じゃないかなっていうふうに思ってます。おお、さすがです。なんか巷でもたくさん聞くようになった、うん、最近聞くでしょ。そう、なんかいろんな、ね、磁場がもうそうなってるんですよ、やっぱりそうなんですね、うん、そうですそうです、長谷倉さんにその辺の見解本当聞きたいなと思ってたので、うんはい、ぜひちょっとその辺お話いいですか。あ、はい、日本人ってすごい特別だっていう風に、なんか遺伝子から違うとか、まあ、ヤップとかね、うん、D の遺伝子ってね、まあ、まるでワンピースみたいな世界になってきますけれども、こうしたその、まあ、遺伝子というかね、はい、最近の遺伝子研究の中で、はい、この日本人の遺伝子っていうのが結構特殊だっていうことが分かってきたわけですよ、うんうんうんね、よく言われてそういう意味では、まあはい、エビデンスなわけじゃないですか。あ、ね、こう観念論ではなくて実際調べた結果がそうだったということで、うん、この D の遺伝子と呼ばれている中に、ヤップ遺伝子と呼ばれている別名親切遺伝子というものを持っている、まあ、このヤップ遺伝子ですから男子男の方じゃないとたどれなくて、女性はミトコンドリアの方になるんですけれども、うんはいまあ、その男系、うん、男性でいくと、うん、この D の遺伝子を持っている人たちっていうのが、うんうん、ものすごくいらっしゃるんですね。でその中でも確か D1HB だったかな、なんかね、そういうね、うん、そういう名前が呼びますよね、ありまして、はい、でそれは、世界中のどこにも見つからないけれども日本人だけあるっていうとても不思議な遺伝子を持っているというふうに言われまして、でかつもう一つ得意なのが、はいはい、世界中のいろいろな、うんまあ、遺伝子とかね、それいろんなものが混じり合ってこの日本人というのができているということも分かってきたわけですよ。え、混じり合ってる、特殊であるだけではなく、いろんな、まあ、言ってみたら民族の集合、うんというか、まあ、まるで最終地点のごとく、うん、この、まあ、日本人と呼ばれている人たちが出来上がってきたっていうことなんですね。へー、そういうのをたどっていくと、もうそういうことがもうエビデンスちゃんと出る、まあまあ、最初はね、うん、このアフリカから人類発祥と言われてますけれども、うんはい、そこから、この長き旅を経て、で言ってみたら このこれ以上も行けない日の昇る場所の最終地点が、うんうんうん、この日本という地の井の場所だったわけじゃないですか、うんまあしもうね最うん、一番最終地点の島ですよね。もうあとは太平洋がドンと広がってしまいますから、もともとその古代古代っていうかね、氷河時代が、うん、氷河期の時はですね、もっと大陸ってつながっていましたから、ああ、はい、この東南アジアのところはスンダランドって呼ばれて、ああスンダランド、そしてそこからこの上がってくることができたり、はい、あとは上の方ね、はい、サハリンとかそこも全部つながってましたから、うん、そこからアメリカ大陸の方に、うんうん、アラスカを通って渡るとか、はいね、いろいろ、まあ、できたと思うんですが、はい、この日本人の中のまずこの遺伝子も、うん、そうしたちょっと特殊なものを持っていて、うん、だからすごいっていうことよりも、うん、こういろいろな民族が集合しても最終的に、まあ、その当時は縄文人という、はい、その大きな一つの括りとなって、1万年以上にわたる戦争のほとんどない時代を形成したという、うん、そこがやはり驚きなんでありますよ。へやっぱりよく言われますけどね、縄文時代の1万年は何もなかったって、戦争戦いみたいな、そうなんです、もう数件ぐらいしか出てこないっていう、だからほぼないんじゃないかっていう、でそもそも戦うたものの、ね、武器が出てこない、うんうん、でこれがね2000年なんとかそんな話じゃなくて、少なくとも、縄文って1万3000年は続いておりますので、その時代この戦争という概念のない徹底的なシェア文化、ね、で言ってみたらもう元祖 SDGs ですよ。ああそうか。で、こうある遺跡なんか6000年間同じところに住み続けている、ね、しかもこう定住しているけれども狩猟採集漁労採集だったっていうね。で世界史的にはその時代というのはまだ旧石器時代って呼ばれてるんですよ。でそんな中で、狩猟漁業採集
というね、うん、まあ、濃厚がないと言われている時代であった、うん、まあ、実際は濃厚あったんですけどね、うんうん、あったって言ってもそれ支流ではなくって、米とかもあのおかぼでのね、水田ではないやり方でありながら、まあ、主食という考え方ではなくってその中の一つっていうのではあったんですが、うん、そんな中でかつ戦争のない超平和的な、ね、生活をしていた。でしかもその時代の人々ってめちゃくちゃおしゃれだったんです。おしゃれだった。おしゃれですよ、うん、もう耳イヤリングからね、腕はジャラジャラからもう首ジャラジャラみたいなね、うん、へえ。でこうした、まあでもおしゃれができるということは平和じゃないとできないんですよ、うん、そうですよね、うん、でそしてこんないろいろジャラジャラしていたようなこのおしゃれのこのまあ文化というものが復活したのはいつだと思いますか、うん、このこういろいろネックレスしたりなんていつ、うん、弥生、いやいやいや、弥生は戦争の時代でなんかこうもうやじ刺さってるあの骸骨なんか見つかってます。すごい乾燥になってます。じゃあ時などつい最近ということなんでございます。戦後でございます。そんな、だからその縄文から復活したのがこのね、つい80年前みたいな。あ、そういう風に考えられる。いや、そう、江戸時代とかもそれなかった。江戸時代って着物着てたからそのジャラジャラしてないでしょ。あ、そうか、ジャラジャラ、まあ、髪飾りとかはあったでしょうけどね。大きな国で言ったらもう本当にそこに意識がいけるような時代っていうのは戦後からだったっていうね、っていうそのアクセサリーで言えば、うーん、ね、って思ったら長い長いこの歴史のこのスパンで言うと、はい、その1万3000年で、うん、もっと言うとその前の旧石器時代から、うんうん、あの続くその長い歴史のちょろっとその先のね、その約、うん、あの2000年をかけた今なわけですよ。って思ったら、この縄文って何もないじゃなくてその築き上げた実は精神性や文化、うん、もう文明といって良いほどのものが本当はあった、うん、でこうしたこの長き祖先、うんうん、まあでもねその縄文時代ってせいぜい26万人ぐらいって言われてますからね。26万人、うん、へで万、そこからこう少なくなった時期って8万人ぐらいって言われてますから、へえ、私たちの中に縄文的な遺伝子っていうのは2割ぐらいはもう2割はもうあるって言われてますから、うん、って見たらこのご先祖様の子孫なわけですよ、うん、でもこの1万3000年にわたる平和を築いた人たちで、そしてその祈りの中でもうずっと育ってきた人たちのその命の先にあるのが私たちだったっていう自覚を持つだけでもなんか変わるような気がしますよ。遠い目をしてます。壮大な話でしたね。